こんばんは、観音寺五郎です。本日はね、真夜中の大干潮です。マイナス9センチまで下がります。ここは江戸川放水路です。さあ、何を取りましょうか。なんか取れると思いますよ。普段ね、下がんないからね、こんなにね。じゃあ降りていきます。あ、誰かね、やってるよ。仲間がいましたよ。じゃあ行きましょう。すごいね、波の跡がね、綺麗です。砂がね。おう、なにこれ、なにこれ、え、なにこれ、お、橋桁の跡、え、なんだこれ。え、見て、見よ、ちょっと映んないな。お、ほら、竹が、こんなのがね、ほら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 、ずーっと向こうまで。なんだろう、引いてるからじゃないよね。こんなの前なかったもんね。なかった。なんだろう。すごく気持ち悪い。いやいや、なんか、あの、びちゃ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 。お墓みたい。こっち濡れてるよ。あの、杭が、杭がね、杭がすごい。映ってる？映んない。映ってる？ちょっと待って。ほら。ちょっと、もうちょっと。多分ね、台風ね、15号の、で、上、表面の土砂流されたんじゃないのかな。まで、なんかそんな感じよね。なんか全部ね、むき出しになってる。どれぐらいの広さ、運動場ぐらいよ。ずーっと竹が、杭がね、1メートル間隔ぐらいでね、ボコボコ出てる。なんだろうね。ちょっと、ね、今度ね、昼間明るい時ね、来てみたいと思います。昼間来てる方はね、ご存知かもしれませんけど、わ、夜中に見るとね、ちょっとね、異常ですね。不気味です。ゾッとするよね。ちょっとライト合わせて、ほら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 、いっぱいつく。奥の方もっとすごいよね。すごい、いつもないな。行きましょう。地形が変わりましたね。なんだろう、なんかね、目印になるね、なんか杭とか大きいのがあったりね、したんですけどね、中央にね。それもね、見当たりません。なんかあるの？まさかこれが目印だった方じゃないよね。あ、そうかもしんない。え、見て、それだったらやってない？あー、なんか2本しか残ってないわ。ないね。あ、多分そうかな。でもこんな太くなかったよね。いや、これがね、たくさん並んでたんだよね。でね、この周りにね、牡蠣がね、岩牡蠣がね、岩牡蠣？うん、牡蠣がね、いっぱいついてね、でかいんですよ。この手のひらぐらいあってね、身もね、こんなにあるんですよ。まあ、僕ね、毎年ね、取ってね、食べてたんですけどね。え？どれ？こんなとこにあったの？うん、このここら辺やろ。そうそうそう、これがそうだよ。ここからずーっとまっすぐあったのよ。もう何もないんだ。うん、もう全部折れたか沈んだか、砂に埋もれちゃったかでしょ。あ、もうそろそろここら辺でちょっと潮が引いてるようなところをやってみましょうよ。ほら、誰か歩いた跡が。あ、ほんとは。なんか杭目、タコみたいに杭目指して歩いた。うん、いました、人が。話しかけてみます。こんばんは、こんばんは。撮れます？なんかもう様変わりしてますよね。そうですね。ねえ、台風の時、水門開けてなんか土砂がねえ流れてきて。ナイス、埋まってるね。せかく増えてた。何十センチって埋まってるんじゃないこれ。何も取れなかったって言ってたね。何もいない。何もいない。みんな埋まっちゃったら、またいっぱいここが増えるまで時間かかるんじゃない。
戻ります。橋のところは平に戻ります。穴がね、上から潮がパッと引くと穴がね見えるんだよね。でそこ掘るとねでかいのあるんですけど、今ちょっとこれでね途中のとこですよ。まだ橋の下まで戻ってないんですけど、何もないけどあったらこうあったね。これちょっと塩入れてみましょう。はい、なんか入れすぎたね。入る？出てくるか？違うかな。でもこの斜めのやつはこれマテガイっぽいもんね。ポシポシ。お、マテガイっぽい。お、出てきた。でかい。でかいよこれです。ほらいるじゃない。お、いるじゃん。でかいよ。捕まえた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 。ゆっくり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 。おお、まだまだ。おお、出た出た。大きいじゃん、しかもでかいよ。いいじゃん。あれちょっといいサイズじゃない？いいサイズじゃん。一発目、一発目いいサイズ入れちゃうよ。ここいたね。あ、これこれ隣のこれもそうじゃん。うん、その辺にも穴あるわ。あ、これある。入れちゃう。 あ、これもそうや。この辺にいましたか。ここにいます。見えてほら。頭見えた？ほら。あ、見えた。こっちも。おいし、おいしゅうするか。おい、サイズいいじゃん。ねえ。来る？お、起きた。もうちょっと。おいしもいいよ。いい。いいよ。あ、でかくなってるよ。ああ、ね、サイズが良くなってる。したかったもんね。あれどこ行った？ここ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 れこれこれこれ。あ、違う違う、うん、顔が出てる。出た。あ、出た。あ、あ、あ、でかいじゃん。でかい、頭超長いもん。ほら。おー、あ、いい、でかーい。いい、ね、いいっす、いいっす。あ、なんかマテガイじゃない？マテガイだ。あるね、穴。穴ある。あの、去年みたいにね、ちっちゃいのパッパッパあるわけじゃないけどね。これでもその子たちが成長したんじゃない？成長したんだよね。これでかいぞ。これでかい、でかい。でかいね、これ。これでかいよ。あんなでかいわ。あ、でかい、でかい。なんか元気ないね。プーってやってる。プーって膨らんでるから。寝ちゃおうか。寝ちゃおうか。あ、ちぎれたかもしれない、尻尾が。あー、ちょっと切れたかな。あったあったあった。これでかいな。うん。ねえ、でかいでかい。ちょっと俺周り掘ってるよ。あ、シュプシュしてるからいらない。育ってるね。うん、出てるよ。出てる？あ、ほんと。うわ、出た出た出た。あ、待って。もう取っちゃうよ。いいよ。ゆっくり行くよ。あ、またなんか、あ、いやでもなんか尻尾切れちゃうんかな。引っ込んだ。お、出てる。お、いるね。お、いるね。お、いるいる。お、いた。もう出てきた。出てきたね。あれ、引っ込んだよ。うん、出てくる、出てくる、出てくる。出が悪いな。おいじゅ。おいじゅ。あ、来た来た。もう捕まえちゃう。引っ張ってる、引っ張ってる、引っ張ってる。引っ張ってる、引っ張ってる。おお、引っ張ってる、引っ張ってる。引っ張る、引っ張る。いやー、出た、ほら。まあ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 。まあまあ、いいんじゃないですか。いっぱい、よし、変わる、交代、交代する。
出てきた。でかい。あ、でかい。あー、でかい。取って取って。あ。引っ込んだ。出てくる。出た。引っ込んだ。出た。出たあ、すごい引っ張りが強い。お、引っ張り強い。どうしよう。よいしょ、よいしょ。ゆっくり。あ、よいしょ。おー、抜けた。ほい、入れて。すごい。荷物もいっぱい。あれいない？あれ外れてるね。入っていくもんね。入っていって。あ、いるねいるね。いるいるいっぱい引くんだ。スポスポスポ。あ、プシュプシュ打ってる。お、来た。来た。来た来た来た。頭がちょっと見え始めた。出た出た。あ、なんかミューって出てきた。エイリアンみたいな。もう取っちゃうよ。うん。あ、なんか、あ、あ、いいね、いいね。穴発見して塩入れました。あ、来た来た来た。おーおー、出た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 。あ、来た来た来た。え、取る？うん。えい。う、お、やった。お、引きが引っ張られる。うぅ、あ、抜けないね。よいしょ。来た。うわ、おー、まあまあいいサイズじゃない。大きくなってるよね。そうだ、大きくなってる。うん、よし、次探そう。はい、なかなか。あ、いいじゃない。いいよね。はいはい、痛い痛い。ほら、今掘ってないんだけど、見つけたよ、ほら。これね、マテガイの穴だよね。おぉ、塩入れちゃおう。だから、ね、表面にこうやって穴がね、見えればいいんだけどね。ね、暗いね、これ。あ、出てない。出てる。出てる。出た。出た。引っ張る引っ張る引っ張る。油断させておいて。おー、出た出た。もうちょっとやる。はい。じゃあね、もうね、ちょっと充電もないんで、うん、まあこんな感じでね、放水路のマテガイは今年ね、去年ほんとちっちゃいのばっかりだったからね、今年は大きく育ってます。あれから1年経って、はい、こんな感じです。映る？映ってる？はい、10本ちょっと取りましたかね。2、4、6、ハート、うん、10本ちょっとですね。まああと何本か取って帰ろっかね。いいね。よし、育ってますね。はい、はい、江戸川放水路ね、ちょっとね、調査しに来たんですけど、まあ、手が取りましたね。うん、もうなかなかね、大きくな育ってますよ、これぐらいにね。順調じゃないですかね。今年は春が楽しみですね。あと何ヶ月だ？あと4ヶ月、3ヶ月、4ヶ月したらね、昼間でもね、しっかり引くようになるからね。そしたらね、明るいうちにね、来ていきたいと思います。まあ、夜はね、寒いですね。ね、まあ、江戸川放水路、マテガイ報告でした。ホンビノスどこ行ったんだろうね。もっと上の方なんだけどね。まあいいかな、今日は。アサリいなかったね。ちょっとね、地形変わってますね、去年と全然ね。うん、まあ、ちょっと明るいうちに来てね、 しっかりね、あちこちやってみたいと思います。楽しみです。それじゃあ、お疲れ様でした。取ったマテガイは、まあ、明日の夜にでもね、食べたいと思います。はい。いいよ。はい、マテガイです。昨日取ったマテガイ。お、動いてる動いてる、生きてる生きてる。マテガイ食べようと思います。お、ほらね、なんかね、泥生えてるね。お、なんで温まったから
動き出したよ。動き出した。ほら動き出した。待てがいね。坂道にします。料理酒です。これぐらい。でちょっとね蒸しましょう。これで。でシャッとね、シャッと火を通してね、シャッと。はい、OK です。あとはね、いただきます。いや、ゆうべね、取ってきたマテガイです。江戸川放水路さんですよ。じゃあちょっとね、いただきたいと思います。箸ないの。いいや。あ、いいよ。レイさん、箸持ってきて。いいよ、いただきます。ちょっと、あ、そんなでよかったかな。いいよ、いただきます。いただきます。お、マテガイ甘い。もう一個、もう一個もらっていい？大きいやつ。ちょっとレモン絞って。はい、確かに甘い。レモン絞って。あー、美味しい。美味しい。美味しい。レモンかけて甘いよ。うん。うん。いや、これ。うん。あ、美味しい。食べ応えあるもんね、このぐらいさ。ちっちゃかったからな。あ、落ちた。いただきます。はい、どうも。うわ、身もね、痩せてないよ、そんなに。痩せてない、痩せてない。おいしいね。本当はね、網焼きしたいんだけどね。炭でね。ね。うん。散らかるんだ。今日は坂道です。